はいどうも、キリハです。今回はですね、ついに開催されました総力戦ヒエロニムスのおすすめ生徒やエリア適性の紹介になります。そして今回初めてインセインが開催されるということだったので、おすすめ生徒の防御タイプ別の表も用意しております。そして今回ヒエロニムス初参戦という先生はですね、まずこちらの動画を先に見ていただきますとより理解が深まると思います。ヒエロニムスって結構ギミックが複雑なボスなので、ヒーラーが重要だったり生物の回復だったり案外考えなきゃいけないことが多いです。正しい知識を得た上でチャレンジしていただくと全然効率が変わってきますので、よければこちらの動画を先に見てみてください。そして今回 EX をチャレンジする方は以前に出しましたこちらの動画ですね、こちらの動画で詳しく解説してますので、よければ参考にしていただければと思います。本日は初日なのでベリーハードまでしかできていないんですけども、明日以降エクストリームインセインの挑戦になりますので、しっかり準備していきましょう。それでは早速やっていきます。はい、まずは、今回屋内戦ということで、屋内戦のエリア適性別に分けてみました。こうしてみると爆発タイプの生徒で屋内戦が得意不得意というのは結構両極端に分かれてますね。割と平均的に分かれています。ただ主戦力であるあずさだったりムツキなんかも B 以上の適性になってますので、そこそこ戦いやすい感じになってるのかなと思います。響もいますしね。そう、エクストリームまでならそう考えられるんですけどね今回のインセインはすごい問題をはらんでますので、そのあたりも考慮に入れると結構絶望が待ってるんですけどね。ただ単体攻撃が強いキャラクターはかなり多いので、エクストリームまででしたらあずさやセリカ、響やムツキといった効果力なキャラクターがいますので、この内容だけ見ると戦いやすそうな感じに見えます。それではおすすめ生徒の方に行きましょう。はい、で、今回はですね、一番やばいのが相手の攻撃タイプが爆発タイプというところになります。上からおすすめストライカーのキャラクターで装甲別に分けてありまして、軽装備、重装甲、特殊装甲と分けてあります。そして今回はですね、ヒエロニムスの攻撃タイプがインセインですと爆発タイプになりますので、特殊装甲が一番適性が高い、次いで重装甲、その次に軽装備となっております。まあ、皆さんもね、もう分かってる方もいらっしゃると思うんですけど、爆発タイプのキャラクターって軽装備ばっかりなんですよ。軽装備の生徒を出す場合はおそらくワンパンに近いような状態になると思いますので、特殊装甲の精度だったりタンクを立てる必要が出てくるような気がします。かつ全体攻撃を食らわないようにしないと生き残れませんので、そもそも特殊装甲のキャラクターで行くのか重装甲で行くのか、それとも一発も当たらない前提で軽装備のキャラクターを連れて行くのか、実際に開催されてみないと全くわからない状態になります。ただ装甲別に分けた方が編成がしやすいと思いますので、事前の情報共有として表にさせていただいております。実際に火力を出そうと思ったら全然できるんですけど、やはり敵の攻撃がいかに痛いか、この辺りにつきますよね。特に小春がやられてしまうような状態になりますと、ヒーラーとしてね、めちゃくちゃ優秀だった小春が採用できなくなってしまうという事態にもなりかねますので、インセインはかなり注意が必要な気がします。というか現時点でも私クリアできる気が全然しないんですけどねそして今回追加されたアリウススクワッドの3人、美咲、アツコ、スペシャルではありますけど日和、この3人はですね、もう本当に対ヒエロ特化という感じに設計されてるっぽくて、前線の美咲とアツコに関しては特殊装甲ですし、全員攻撃タイプは爆発になってます。おそらくヒエロのインセインを挑戦しようと思うと、この3人が必須級になってくる可能性があります。というか使えるキャラが極端に少ないので、これ本当にクリアできるのかなってちょっと疑ってるんですよね特にヒエロニムスって本当に難しいボスで、エクストリームが初めて実装された時も確か5人ぐらいしかクリア者がいなかったんですよ、全プレイヤーでですよ。まあ、そう考えると今回のインセインもクリアできないという事態がかなり起こりそうな気がしてます。一応チャレンジするつもりではあるんですけど、
正直あんまりやりたくないですね。とにもかくにもアリウスの子たちの育成は必須になると思いますので、この子たちはしっかり育てておく必要がありそうです。まあ、当日になって軽装備のキャラも出せるような仕組みがあるのかどうか、まあ、ここが重要になってきますよね。今回のインセインで新しいギミックがありますとブルーアーカイブ公式は言ってましたので、もしかしたらそのギミックを使うことで軽装備のキャラクターとかも出せるような防御系のギミックだったりするのかもしれませんね。というかこの偏りを見るとそういうギミックなんじゃないかなって思うんですけど、まあ、実際にやってみないと分かんないですね。ということでおすすめ生徒はこんな感じになります。ヒエロニムス初挑戦の方はヒーラーが育っていないと勝負になりませんので、特にボハルやセリナ、この辺りをしっかり育てて挑みましょう。ということで今回はこの辺で、また次の動画も見てくださると嬉しいです。それではご視聴ありがとうございました。